こんにちは、北村チャンネルです。この動画では今カメラの北村でどんな一眼カメラが売れているのか、2022年1月の一眼カメラ売れ筋ランキングトップ5を発表したいと思います。それではご覧ください。第5位は富士フイルム XS10 のダブルズームレンズキットでした。昨年の11月以来再びのランクインです。おすすめポイントの一つとして挙げたいのが、多彩な色表現が楽しめる18種類のフィルムシミュレーションです。雰囲気のある味わい深い写真や映像表現を楽しみたい方にはぜひお試しいただきたい機能です。またこちらの商品は北村のお得な買い替えサービス特特交換の対象商品となっていますので、ぜひご確認ください。続いて第4位はソニー α7-3 です。昨年12月の5位からワンランクアップとなりました。 α7-4 が発表された後もまだ売れ続けています。性能差と価格差を考えて α7-4 とどちらにしようか迷っている方も多そうです。そこで北村チャンネルでは α7-4 との比較動画を制作しましたので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。こちらの商品も特特交換の対象商品となっているほか、壊れたカメラでも下取りできる何でも下取りの対象商品となっていますので、ぜひご検討ください。続いて第3位はキャノン EOS R6 ボディという結果になりました。先月に続いての第3位ということで、相変わらずの人気ぶりです。カメラ性能のどこを切り取っても高いレベルでまとまっており、ハイアマチュアモデルながらも撮影モードダイヤルの採用で分かりやすい操作性も魅力です。一眼が初めてでも本格的に挑戦したい方は EOS R6 のご検討もありだと思います。こちらの商品は特特交換のほか、月々の支払い額を低く抑える特特据え置きの対象商品となっていますので要チェックです。そして第2位はキャノン EOS RP RF24-105mm のレンズキットでした。フルサイズセンサー搭載、最大5段分の手ブレ補正機能を実現するレンズキットがこの価格であれば魅力十分だと思います。背景のボケや明るさ、色合いなどを液晶モニターで確認しながら調節できるクリエイティブアシストモードを搭載するなど、一眼入門者にも優しいカメラです。こちらも特特交換の対象商品となっています。そして第1位はソニー α7-4 です。昨年12月に引き続いて先月も1位となりました。新開発イメージセンサーと画質性能、AF 性能、動画性能の向上はやはり魅力的。写真と動画の両方に対応する10種類のクリエイティブルックによって、カメラ単体でも独自の絵作りを楽しむことができます。取って出しをされる方にも重宝されています。こちらの商品は特特交換と特特据え置きの両方が対象になっていますので、ご確認をお願いします。以上が2022年1月の北村売れ筋ランキングトップ5でした。最新の価格やサービス特典は北村ネットショップでご確認ください。またカメラの北村では買取下取りを強化中です。店頭でもネットでもお受けしておりますので、こちらもぜひご利用ください。